おはようございます、いちきです。やみましたね、雨が。待ちに待った春なんですが、まあ、昨日の雨の影響でちょっとまあ濁ってるんですけど、まあ、晴れてるんで、まあ、シェードとかあとはまあ浮いてきたかなというバスを今日は狙っていけたらなということで、今日はつぶろくに来てます。初めてのおかっぱりですね。ボートはね、2回ぐらいやったことあるんですけど、おかっぱり初めてなんで、まあ、ちょっと探りながら頑張っていこうと思います。ということで、春の定番レベル2のこれをガーッと巻いてドン、ガーッと巻いてドン、まあこの辺のここってこの辺っていうか、この湖のメインベートがワカサギなんで、魚食いたいやつがいれば。ああ、ゴミですね、これは。完全に。今使ってるのが、グロリアスの 168M の LM。にアンタレスハイギアですね。糸は12ポンドで、もうザ巻物タックで、もうこれ1本で結構スピナビとかもクランクとかもいけちゃうから、めちゃくちゃ使いやすいですね。30グラムまでこの差を背負えるから、割とね、重ためのスピナビとかバイブレーションとかでも、ね、いけちゃうっていう。これ1本で割と成立しちゃってます、巻物全般。何にもないね。よいしょ。
はようございます。朝一発目、南湖にやってきました。大移動、ちょっとこの辺のシャローを探ってみよう。景色いいな。沈み虫で、朝の一投目ってめっちゃドキドキするな。色を変えてみた。薄めの色で。で、ロットもちょっと長くして、72の1。ここは飛距離が大事だから、6号だとちょっと届かない。
ジアップ言わんけど、いやめっちゃ嬉しい。やばい、こんな広い景色で釣れるとは。やったー、南湖バスケット。さあどうでしょう。わあ、45センチ。45センチでした。うん、やっぱ北風を、岬の北風ブロック側のリードに設置だから。お腹空いたし帰ろっかな。結構流れきついんだね。だいぶ流されてるわ、雨が。まあなんか見る感じボートの人も釣れてないし、まああとはユーマ詰めだと思うんだけど、ユーマ詰めまで入れないしな。まあでもとりあえず1本取れたから来てよかった。昨日つぶろから南湖の方まで夜走ってきて、なんとか報われました。六丸はまだまだ遠い。頑張ります。見届けてね、みんな。みんな見届けてくださいね、私の六丸を。ということで、今日は終わりにしたいと思います。はい、じゃあなー。